大洪水と足場しは、天虫として、文明を破壊するために神々によって起こされたとする、神話、伝説上の洪水を指す。大洪水は、世界の初神話に共通して見られるテーマであり、聖書、創世記のノアやノアの箱舟、インド神話、ヒンドゥー教のプラーナの松や、ギリシャ神話のデウカリオーン、及び、ギルガメシュジョジシのウトナピシュティムの物語は、よく知られた神話である。 過去現在の世界の文化の内大部分が古い文明を壊滅させる大洪水物語を有している。シュメール、編集シュメールの神話では、キシ神がシュルッパクの王ジウスドラに洪水による人類抹殺を予告する。しかし、神がなぜこれを決定したかという部分については、年度版から失われている。キシ神は大きな船を作るように指示する。命令についての文章も、 同じく神話から失われている。7日の反乱の後、ジウスドラは、供物と祈りをアンとエンディルに捧げ、ディルムンで神から永遠の命を授けられる。シュメール王名表も大洪水について研究している。その説明によれば、最初エディルに渡った王権は、ついで、バドテビラ、ララク、シッパル、シュルッパクへと移る。イラクにおける発掘で、シュルッパクの洪水は、 紀元前2900年、紀元前2750年頃ほぼキッシュの町まで及んだことが証明されているが、この町の王、エタナは、大洪水の後、最初に、シュメー名領朝を成立したと言われる。ジウスドラの伝説は、エリル紀元の年度版断片のコピーであり、その設計文字型から、紀元前17世紀と年代が特定される。バビロニア、編集悪化度語による、 ギルガメ主女児誌の大洪水の年度版バビロニアのギルガメ主女児誌によれば、心理系案鬼による HE 風創座ディープ版の終わりの方に大洪水の参照がある。不死を追い求めていたギルガメュ王は一種の地上の楽園、ディルムンでウトナピシュティムに出会う。ウトナピシュティムは大洪水によってすべての生命を破壊するという神の計画についてエアガミが彼に警告し、 船を作って、彼の家族や友人、財産や家畜を守るよう指示したことを語る。大洪水の後、神は、自らの行動を悔やみ、ウトナピシュティムに不死を与える。アッカド、編集バビロニアのアトラハシス女子誌では、人類の人口過剰が大洪水の原因であると、されている。1200年間の繁栄の後、人口増加によってもたらされた騒音と喧騒のため、 エンリル神は当面の解決策として、薬病、飢饉、塩害など、人類の数を減らすための全ての手段を講じる神々の集会を援助して回った。これらの解決策が取られてから1200年後、人口は元の状態に戻った。このため神々が洪水を引き起こすという最終的な解決策を取ることを決定したとき、この解決策に、 同義的な問題を感じていた延期神は、洪水計画のことをアトラハシスに伝え、彼は信託に基づく、寸法通りに生き残るための船を建造した。そして他の神が、このような手段に出るのを予防するため、延期神は結婚しない女性、不妊、流産、そして幼児死亡など社会現象の形で、新しい解決策を作り出し、人口増加が制御不能になるのを防止した。 カルデア、編集新刊ベロッソスの記述によれば、クロノス人がクシストロスに、洪水の襲来を警告し、歴史を記録し、船を作るよう命じた。船は、クシストロスの親類、友人、すべての動物を一つがいずつ乗せるために、をスタディアに、スタディアの大きさに作られた。洪水が起こって水位が上昇し、船に乗り込んだ生き物を残して、すべてが殺戮された。 水が引いた後クシストロスが船から鳥を放すと、すべて戻ってきた。二度目に鳥を放すと足に泥をつけて戻ってきた。三度目に放すと、鳥は戻ってこなかった。人々は船を離れ、神に供物を捧げた。クシストロスと妻、娘と、航海士は、神の元へ運ばれ、神と共に暮らした。ヘブライ、編集級、大洪水、ジョン・マーティン作。 創世記のノアの箱舟の物語によれば、エデンを離れてから何代かを経て、ネフィリムが生まれ堕落し、お互いに争うようになった。ヤハウェ・エロヒムは人間を作ったことを後悔し始め、すべてを払拭するために大洪水を起こすことを決めた。ヤハウェは地上にただ一人、救う価値のある男性ノアを見出した。そこでヤハウェはノアに、特別な大きさと設計の箱舟を作るように告げた。 箱船に乗せたのは、彼の妻、彼の三人の息子のセム、ハム、ヤッペテと彼らの妻、清い動物と鳥を死ゆうなつがい、そうでない動物をにつがい、必要な食べ物すべてと苗木で、人間はもう一度白紙から始めるのである。ノアが600歳になった年、アダムの創造から1656年後、ヤファウェイは大洪水を起こした。その説明によると、洪水は40日間。 天の水門より降り続いた雨と、とても深い泉の水から生じている。創世記の文を分析すると、空の上に天井の海とも言うべき、大きな水の塊を想定していたのではないかと、推測される。水の間に空間を作って、水と水とを隔てなさい。エロヒムは空間を作って、空間の下の水と空間の上の水とを隔てた。そしてそうなった。エロヒムは空間を、 空と呼んだ。洪水の水は150日間地上を追った。その月の17日目に、箱船は、アララト山の上に流れ着いた。10ヶ月目、その月の初日に、山の頂が見えた。ノアが601歳になった年、最初の月、最初の日に地表が乾いた。次の月の21日目には、地が乾き、ヤファウェはノアに箱船を離れるよう指示した。洪水の後、ノアは、 清い動物を供物に捧げ、ヤファウェは、人間は幼い時から邪悪な性癖を持って生まれるのだからと、洪水で地上のすべてを破壊することは二度としないと、約束し、自然の摂理を支えることを自身に約束した。神は、ノアとこの契約を交わし、これにより人々は、すべての動物に対する優越を与えられ、すでに命を宿していない肉を食べることを初めて、許され、 新しい法のもとで地上に繁殖するよう指示される。新しい法とは、人が誰かの血を流したら、彼自身の血も流されなければならない、というものである。ヤファウェは雲に虹をかけて、この永久不滅の契約の印とするとともに、後の世代への様子がとした。エノク書、編集、エノク書によれば、神は、地上から、グリゴリ及びグリゴリと人間の娘の間に生まれた。 巨大な子供ネフィリムを抹殺するために大洪水を起こしたとされている。神は大洪水を起こす前に天使メタトロンを派遣し、神に対して背いていないノアの一族以外の人間、グリゴリ並びにネフィリムたちに処刑執行を通達させた。グリゴリたちはこれを危機悲嘆にくれたが、神はネフィリムのヒバとヒアの名を人間が失敗した時に思わず発する言葉として残すことで、 彼らが存在した証とすることで彼らを慰めた。アルメニア、編集ダマスコスのニコラオスによる歴史書の第96巻でアルメニアの伝説として収録しているもので、大洪水からの避難方法が2種類出てくる。あらすじはアルメニアのミニュアスの北にバリスという大きな山があり、多くの人々は洪水時にバリス山に登ることで逃れたが、さらにここに箱船が漂着し、 乗っていた一人の男が助かった。というもので、ニコラオスは、この男は、モーセの書き残したものと同一人物であろうと、推測している。ギリシア、編集ギリシア神話には二つの洪水と二つの人類滅亡伝説がある。オギュゴス王の洪水は、銀の時代を、デウカリオンの洪水は、最初の聖堂の時代を終焉させた。オギュゲス王の洪水は、 定売の創設者であり、王であるオギゴスの在任中に起きたことから名付けられる。世界中を襲った洪水は非常に破壊的だったので、ケクロプスの支配までは国は王のないまま取り残された。アポロドーロスのビブリオ提型でデウカリオーンの洪水として語られる物語にはいくつかノアの洪水伝説に共通する点がある。プロメーテウスは息子のデウカリオーンに質を作る。 要助言する。他の人間は、高い山に逃げた少数を除いてすべて滅ぼされる。テッサリアの山は砕け、コリントス地球とペロポネソスより、向こうの世界はすべて沈む。デウカリオーンと、妻のピュラーは、九つの昼と夜を筆で漂い、パルナスソス山にたどり着く。ヘラニコスが語る、さらに古い物語では、デウカリオーンの箱船は、テッサリアのオトリス山にたどり着く。 別の記述では彼はアルゴリス、後のネメアのおそらく不可の頂上にたどり着く。雨が止んだ時、彼はゼウスに供物を捧げる。それから、ゼウスの言いつけに従って、石を自分の後ろに投げると、石から男が誕生し、ピュラーが投げた石からは女が誕生した。アポロドーロスはここから、ギリシャ語のラオスの語源はラスにあるのだとしている。ゼウスの息子のメガロスは、 鶴の鳴き声に導かれて、ゲラニア山の頂上まで泳ぎ、デウカリオーンの洪水を逃れた。地中海の大津波は、サントリーニ島の火山噴火によって起きたとする説がある。この噴火は、地質学上では、紀元前1630年から、紀元前1600年の間、考古学上では、紀元前1500年に起きたとされ、これがデウカリオーンの神話へと発展した。 民間伝承の歴史的なベースになっているというので、ある。プラトンは、ソクラテスの弁明で、大洪水のすべてに言及し、クリティアスでは、デウカリオンの大破壊に言及している。さらに、アテネとアトランティス以来、多くの大洪水は9000年の間に起こっていると、する論説は卓越している。ゲルマン、編集古代スカンジナビアの神話では、ベルゲルミルは、スルードゲルミルの息子である。 彼と妻はベルゲルミルの祖父ユミルの地の洪水を生き残った最後の下の巨人である。彼らは中が空洞になった木の幹に潜り込み生き残って新たな下の巨人を生み出した。神話学者のブライアン・ブランストンはこの神話とアングロサクソンの女子詩であるベオウルフに述べられた事件との共通点に注目した。それらは伝統的に聖書の洪水と関連しており、 したがって、アングロサクソンの伝統と同様、広く、ゲルマン民族の神話に一致する事件があったと思われる。アイルランド、編集アイルランドの儀式書、アイルランド来行の書には不確かなところがあるが、アイルランドの最初の居住者は、ノアの孫娘、ケスイルに導かれて、島にたどり着いた後40日の洪水によって死んだ一人を除いて全員だった。その後、 パルソロンとネウェズの人々が島にたどり着いた後、別の洪水が起こって30人を除いて、全員の居住者が死んだ。30人は、世界中に死産した。アステカ、編集アステカの神話にはいくつかの遺説があり、それらの多くは、正確さや信頼性に欠ける問題がある。太陽の時代になった時、400年が過ぎていた。それから200年、次に76年が過ぎた。 それから、すべての人類が失われ溺れて、魚になった。水と、空は互いに近づいた。ついたちですべてが失われ、四つの花が我々の肉の、すべてを食べ尽くした。大いなる山は洪水に飲み込まれ、水は引かず、五十と二つの春の間そこにとどまり続けた。しかし洪水が始まる前に、キトラ茶碗は乗ったという男と妻のネナに、プルケをもはや作る必要はない。 大きな糸杉をくり抜いて、その月の塗装ストリを中に入れなさい。水が空に近づこうとしている。と警告した。彼らが従うと、キトラ茶碗がそれを封じ込めながら、男に、何は、トウモロコシの穂を一筋食べよ。何の妻も同じくせよ。と告げた。そこで彼らは、トウモロコシの穂を互いに一筋食べて、外に出る準備をし、水はないだ。古代アステカ文書。 チマルポポカ文書、大修道院長、チャールズ・エティエンヌ・ブロサーデ・バーバーグ役員家、編集員家神話では、ビラコチャは大洪水で巨人を倒し、二つの民族が地球に植民された。ユニークな点は、彼らが密閉された洞窟で生き延びたことである。マヤ、編集マヤ神話では、キテゴで書かれた、ポポルブフの第一部第三章によると、風と嵐の神フラカンが、 樹脂の大洪水を起こしたのは、木から生まれた最初の人類が神々を崇拝しなくなって怒らせたからであった。彼はおそらく洪水の水より上の霧の風に住み、地面が再び海から現れるまで地球を示した。後には第三部第三から四章によれば、四人の男女が洪水後の基地世界に再び住み始めたが、その頃は混乱はあったものの全員が同じ言語を喋り、 同じ土地に互いに集まって住んでいた。何度か証言されるように彼らの言語が変えられ、その後、彼らは世界に散らばったという。珍しいことに、この記述には、箱船が登場しない。バベルの塔は、翻訳による、いくつかの訳は都市についた人々、タワトリゲを表す。ホピ、編集ホピ族の神話によれば、人々は、創造主のソツクナ南グから繰り返し排除されたという。 世界を破壊するのに、神は最初は火を、次には氷を使ったが、二度とも世界を作り直している。間、まだ想像の掟に従っている人々を地下に隠して、救った。しかし人々は三度目にも堕落して、好戦的になった。そのため、ソツクナングは人々を雲女のところに導き、彼女が巨大な足を切り落として、人々を茎の空洞に避難させた。 卒南グはそれから大洪水を起こし、人々は足で水の上を漂った。足は小さな陸地にたどり着き、人々は足から出て出発できるだけの食べ物を得た。人々はカヌーで旅したが、それは内なる英知に導かれてのことだった。内なる英知は、東京にあるドアを通じて、卒南グから伝えられるのである。彼らは北東に旅を続け、もう少し大きな島々を通り抜け、 第四の世界にたどり着いた。彼らが第四の世界にたどり着くと、島々は太陽の中に沈んだ。稼働、編集家同族の神話によれば、四人の怪物が力強く育って、大きさが天に届くほどになった。その時、一人の男が、中空の足を植えるようにというお告げを聞いた。彼が実行すると、足はとても早くにとても大きくなった。男は、 妻とすべての動物を一つがいずつ、足に入れた。洪水が起こり、足の上部と怪物の頭以外は、すべてが水に飲み込まれた。その時亀が、怪物の足元を掘り、怪物を溺れ死なせた。水が収まると、風が地球を乾かした。メノミニー、編集メノミニー族の神話では、トリックスターのマナブスが、復讐への渇望に火をつけられて、遊んでいた地下の神を二人撃った。 彼らが水に飛び込むと、大洪水が起こった。水は上昇し、マナブスがどこへ行っても追いかけてきた。彼は、必死に逃げて、ミシガン湖まで来たが、水は、ますます早く追いかけてきたので、彼は山を駆け上がって、頂上の高い松の木によじ登った。彼は木に向かってもう少し大きくなるように4回、懇願し、木はもう成長できなくなるまで願いを聞いた。しかし水は上昇し続け、上へ。 上へ、ちょうど彼の顎のところまで来て、やっと止まった。地平線には、広がる水以外には何もなかった。それから、マナブスは動物に助けられたが、特に勇敢だったのは、弱行ネズミで、彼が今日の私たちが知る世界を作った。ミックマック、編集ミックマック族の神話においては、人々は、己の邪悪さから、お互いに殺し合う、創造主である、 太陽神はこれに大いなる悲しみを感じ、その流した涙が大洪水を引き起こす。人々は樹皮のカヌーで生き残ろうとするが、地球上に残ったのはただ一組の老夫婦のみであった。日本、編集詳細は、山幸彦と海幸彦及び、洪水型兄弟子祖神話を、参照記、騎神話以外のものとしては、沖縄諸島周辺に、各伝説があり、例として、奄美には昔、 大島を沈める大波が来て、阿鉄ツの兄弟がそれを知らずに、山へ登っていたため、助かり、兄弟で、ようやすを作ったといった語りやや山でも、昔、鳩間島に大津波が襲い、多くの人が亡くなったが、兄弟だけが島の一番高いところに逃げて、助かったという話がある。石垣島にも、同様の話が見られるが、人の傲慢による、世の乱れの下りと神罰の内容がやや西洋の、 神話に類似する、洪水を逃れた兄弟の近親婚という点では、後日の台湾、中国南部、東南アジア、アフリカのマンジャ族にも見られるが、長崎県西園義半島、五島列島の隠れリシタ団が伝える内容の、アマチはじめのことでは、生き残る前に兄弟が近親婚を行っているという点に特徴があり、人が増えて、悪欲心が引き金となって、神罰が起こったとされるが、 この近親婚こそが、洪水の原因と捉える研究者もいる。中国大陸、編集、四季巻一、三海峡、海内峡、諸峡等の形跡は、夏王朝成立の頃に、伝説的な洪水があったことを記す。三角、行の地勢に、大鳥水天にはびこる状態であったため、今後地水に当たらせたが、九年経っても、水は、息せず、地水に失敗した行為は処刑された。 今のこのウガ跡を継いで治水に当たり、左手に測量縄を持ち、右手に定規を持って各地を巡り、13年かけて治水に成功したとする、蒸気のように大規模な洪水の記録があるものの、9年洪水が続いても人間たちが滅びることもなく、国家体制が何事もなく存続し、治水事業が行われていることから、全土が水没するような大洪水とは異質であり、 黄河の反乱のような極地的かつ、継続的な洪水であることが伺える。他にも、ふっつぎとジョカが巨大な氷炭に乗って、洪水の難を逃れたという神話も伝えられている。朝鮮、編集昔、巨大なカツラと天女の間で、木道霊が生まれた。ある日、大洪水が起きて、木道霊は、倒れた、カツラの上で漂流した。漂流の最中木道霊は、ありとか、 そして少年を助けた。やがて、桂は島に到着したが、そこには、老婆が二人の娘と一緒に住んでいた。少年の悪だみで、木道霊は試練を経験するが、ありとかの助けで試練を乗り越えて、老婆の実の娘と結婚する。木道霊は、善人の先祖で、少年は、悪人の先祖だという。台湾、中国南部、編集台湾原住民のタイアル族。 サイシャット族、ツウ族、ブヌン族、ルカイ族、パイワン族、アミ族、パゼフヘ族などの神話では異なる洪水伝説が記録されている。太平洋戦争中に台湾原住民の伝統音楽のフィールド調査をした日本人音楽学者、黒沢隆史浅はアミ族の質素伝説として以下のような話を再録している。太古、南方にあったラガ山という大陸が 天変地異で海中に沈んだ。その時薄に乗って辛くも逃れ出した男女が、海流に乗って北上し、台湾にたどり着いた。二人はその地に落ち着いて結婚し、子孫も増えた。そして、我々は北にやってきたことを記念し、北を意味する、網を、民族名とした。別の伝説では、だがんは二人がもともと住んでいた土地の名ではなく、台湾に漂着した時最初にたどり着いた山の名で、 あるとも言う。また、アミ族の神話では、洪水を逃れた、この男女とは兄弟であったともされる。結婚して、最初に生まれた子供は、蛇やカエルなどの姿であり、これを見た太陽や月の神が叱るべき交わり方を、教えると、ようやく人間の男の子や女の子が生まれたという、筋になっている。同じような大洪水神話は、中国の西南地方に住む、内族、遺族、 ヤオ族などをはじめ、中国南部から東南アジア、太平洋にまで見られる。これらの神話では、兄弟だけが大洪水から生き残り、樹木や山など高いものの周りを回った後に、近親婚をして、子供を設けるものの、最初の子供は、肉塊や動物であり、天や神から正しい交わり方を教えられて、初めて人間の子供ができる、という共通する筋があり、 日本神話のイザナギイザナミ神話との関連性も見られる。生き残った兄弟による近神婚を部族起源とする類型は口術の中央、アフリカマンジャ族にも見られる。インド、編集ヒンドゥー教の聖典によれば、ビシュヌ人のアバターらとして、魚の姿の松屋がマヌに大洪水が来て、すべての生物を流し去ってしまうだろうと警告した。マヌは、魚の世話をして、 結局、魚を海に放した。そこで、魚はマヌに船を作るように警告する。彼が船を作ると、洪水が起こり、魚は、自分の骨につけたケーブルで船を安全に牽引した。マヌは、北方の山まで牽引された。世界にはマヌだけが残り、マヌが新たな人類の祖先となった。インドネシア、編集バタクの伝承では、地球は巨大な蛇の縄がパド派の上にあった。ある日、 ヘビはその負担に耐えかねて地球を海に振り落とした。しかしバタラ神が海に山を送り出したおかげで神の娘は救われた。人類は生き延びた神の娘を祖先としている。後に地球はヘビの頭上に戻された。ポリネシア人の間ではいくつかの異なる洪水伝説が記録されている。それらには聖書の洪水に匹敵する規模のものはない。ライアーテアの人々の話では 二人の友人、テアオアロアとルーは釣りに出かけ、偶然釣り針で太陽の神、ルアハトゥを起こしてしまった。怒って、彼は、ライアテアを海に沈めると決めた。テアホアロアと、ローは許してほしいと懇願し、ルアハトゥは彼らにトアマラマの小島に家族を連れて、行かなければ助からないだろうと警告する。彼らは出版し、夜の間に島は太陽に沈み、次の朝だけ、再び出現した。 彼らの家族以外は助からず、彼らはマライを立ててルアハトゥガミに奉納した。同様の伝説はタヒチにも見られる。特に理由もなく悲劇は起こり、ピトヒチさん以外は、島全体が海に沈む。一組の人間の夫婦が動物を連れて、どうにかそこにたどり着き、生き延びる。ニュージーランドのノースアイランド、東海岸のマオリ族のウガーティポローの伝説によれば、ルアタプは、 父の上抜くが若い母兄弟カフティア・テランギを自分の前にあげたことに怒った。ルアタプはカフティア・テランギと大勢の高貴な若い男たちを自分の船に誘い出し、彼らを海に放り出して溺れさせた。彼は神々に敵を攻撃するよう求め、初夏の大波になって戻って来いと脅した。カフティア・テランギは必死でもがいて、南のザトウクジラに自分を海岸へ運んでくれる。 よう祈願する呪文を唱えた。それから彼はなおパイケアと変えたが生き残ったのは彼一人だった。マオリのタファキ神話のいくつかは主人公が洪水を起こして嫉妬深い二人の義兄弟の村を破壊するというエピソードを有する。グレーのポリネシアの神話の中の記述がマオリが以前には有しなかった何かを彼らに与えたのかもしれないイコール AW リードがそうしたように ポリネシアの神話のグレーのことによれば、タハキの先祖が天の洪水を放った時、地球は圧倒されて、すべての人類が死んだ。このように、グレー自身の有する全世界的な洪水伝説をマオリに伝えた。キリスト教の影響は、タハキの祖父ヘマがセムによって部族が成立したという物語がある。瀬戸と呼ばれる文化英雄がおり、部族の先祖と考えられ、 立ち位置としてはノアにあたる。洪水に関しては神によって起こされたという考えはなく突然の災害と伝え、またアジア地域の伝説と同様、兄弟の近親結婚を部族の起源としている。思考神ガレによって大地が創造された後、一つ神の土と風で最初の男女が作られた。次に稲を持たせ、地上へ使わせた。ガレは男女をボゲルズと呼んだ。彼らは 多くの幸運だ。だがある夜、大洪水が起こり、人類をほぼ絶滅させてしまう。瀬戸という人とその妹だけは穀物をつく竿に乗って、助かった。妹は、蝶鶴に及んで、次第に色目を使い出し、瀬戸の方も自身の性欲を抑えがたく、引きつけられていくが、妹は、神聖なもので、人はその姉妹と恋を語らうことはできない。どうしたら目的は達せられるか。その後、 占い師の老女の助言を得て、目的は達せられ、息子、娘と交互に生んでいき、万者の世界が成立することになる。これらの大洪水説話の起源については、様々な解釈が示されている。一つの解釈として、大洪水説話には、人々の悪徳を罰するために大洪水がもたらされ、限られた正しい人だけが生き残るという共通パターンがある。これは、 人々に善を進めるための偶話と解釈することができる。また、下記のように有事以前に起こった実際の洪水の記憶が大洪水説話のもととなっているという説がある。人類学者の研究では、ほとんどの古代文明が土地の肥沃な川、または海のそばで発達していることを指摘する。古代人たちにとって河川は農業用水をもたらす命の源であるとともに、 一び反乱すればすべてを失がす恐るべき存在である。狭い世界に住む古代人にとって一つの大河の反乱はまさに世界を飲み尽くす大洪水であっただろう。そのような人々が洪水の強烈な記憶に対し洪水にまつわる神話を生み出して彼らの人生にとって欠かせない部分を説明し対処しようとするのは珍しいことではない。実際河川の反乱や 津波の被害を受けない地域の民族は、大洪水説は思っていないことが指摘されている。メソポタミアの大が、例えば、チグリス川では、雪解けの時期に、アナトリアの産地で増水が起こり、時としてこれが下流で大氾濫をもたらす。下流のシュメールなどの人々にとって、前触れもなく突然押し寄せる洪水は大きな脅威であり、そこからこうした洪水を生み出した原因や結果を、 題材にする神話も生まれた。考古学者のマックス・マロー・アントレ・オナード・ウーリーは、紀元前2900年頃に起こったユーフラテス川の反乱が、シュメール神話における大洪水説話を生み出し、これが伝播して、旧約聖書を含めた各地の大洪水説話を生んだと主張した。聖書学者のキャンベルとブライエンによれば、創世紀の洪水神話では、ヤファは資料による記述と、 最新資料による記述の両方がバビロニア追放以後に制作されたものでバビロニアの物語に由来するというアトラハシス女子史のタブレット3の4、6から9行目で明らかに洪水が地域的河川氾濫だと確認できる。トンボのように人々の遺体は川を埋めた。イカダのように遺体は船のヘりに当たった。イカダのように遺体は川岸に流れ着いた。 シュメール王名表 WB-444 は、ジウスドラの支配の後に洪水を設定しているが、彼が他の洪水伝説と多くの共通点を持つ、ジウスドラ女子史における洪水の主人公である。考古学者のマックス・マロー1ンによれば、創世紀の洪水は、紀元前2900年頃、初期王朝の始まりに実際に起こった事象に基づいているという。また、 ギリシャの考古学者アンギロス・ガラノプロスは、紀元前18世紀から15世紀のサントリーニ島の火山爆発によって起きた大津波の記憶が、ギリシャ神話のデウカリオンの洪水やアトランティス説話の起源となっているとの説を唱えた。これに対して、地球全土を襲うような大洪水が実際に起こって、これが全世界の大洪水説話を生み出したという主張がある。 これらはしばしば疑似科学の分野に踏み入っており、また、旧約聖書の記述であるノアの洪水が史実であると、するキリスト教根本主義と神話性が強い。主な説としてはまた、月から水が降ってきて大洪水になったなどといった、変わった説も含め、様々な古代大災害説が主張されており、百科聡明の感がある。大洪水を科学的に考察するならば、 海水準の上昇による大陸平野部の水没である可能性が極めて高い。最終表記の終了後には大量の氷河が誘拐し、半地球的に海水準が100メートル以上も上昇した。これにより当時の中石平野の大部分が海面下に水没し、現在の大陸方となったと考えられる。その時の記憶が大洪水として、 世界中の神話や伝説となって今日まで伝えられていると考えられる。また、ウィリアム・ライアンとウォルター・ピットマンは、紀元前5600年頃、地中海から国海にかけて破壊的大洪水があったという国海洪水説を唱え、この記憶がノアの洪水の起源になったと主張された。この説は、ノアの大洪水の科学的根拠として、最近は有力視されている。 ロイヤル・トゥームズ・オブ・ユー・アール・ウリー・アンド・ザ・グレート・フラット。マクラン・ミュージアム、フランク・エイチ。マクラン・ミュージアム、1999年10月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月19日閲覧。フラビウス・ヨセフス著・チョ、旗号平役、ユダヤ古代市一株式会社チクマ書房、1999年、ISBN4 から480085319。 P51。ガスター、テオドール・エイチ・ミス。レジェンド、カスタム・イン・ザ・オールド・テスタメント。ハーパー・アンド・ロー、ニューヨーク、1969. カナダ、エス・フィスト・ネーションズ、ネイティブ・クリエーション・ミス。ザ・プライド・ヒストリー・リサーチ・グループ。2002年5月4日。時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月19日閲覧。芝1千式 マキ0 0 1マイナスウィキソース、3回行。3回へ。海へ。ウィキソース吉田 2007pp113 から114。吉田 2007pp115 から117。11 11 11 M.E.L. マローエン。ロア。S. フラットリー。キンジタード。イラク 26pp62 から 82ks。灼熱の氷惑星地球との接触で。 ノア大洪水が最終来、高橋みのる著、原書房、管林、日本船舶海洋工学会史第33号、公益社団法人日本船舶海洋工学会、2010年11月10日、53ページ、土井、10.14856、十三33.053、ネイド1100億809万5388、10驚くべき発見、恐竜、 ノアの箱舟、ロスパターソン、サンライズミニストリー、2017年10月25日閲覧、6時15分以降、ありがとうございます。